国立教育政策研究所では2019年夏に高度情報技術の進展に応じた教育革新に関する研究プロジェクトを立ち上げましたこの1年半だけでも技術も社会も大きく変化いたしましたギガスクール構想はハードウェアの整備を飛躍的に進めましたし公正で質の高い教育を学校現場で持続的に実現させることを目指しました また世界中が COVID-19 の最下に見舞われましたが図らずもオンライン教育が普及をいたしました皆様にご参加いただきました本研究プロジェクトは研究成果の共有オープンサイエンスを目指しております一方私ども国権は行政機関の一端も担っておりますここまでの研究成果を受けて 次の政策を立案する段階になりましたそれが教育データサイエンスの推進であります今私たちの社会は非接触・非集合への対応が求められています困難に直面したときだからこそテクノロジーが発展し新しい活用方法が生まれます小売店や飲食店での非接触・非対面の 注文会計システムであるとかドローンによる無人配送自動車の自動運転レベル3などここ1年で急激に進化を遂げていますこれらは AI やビッグデータのテクノロジーが大きく貢献していますさて公教育においてデータの利活用はどうでしょうかまだ著についたばかりであります 公正で質の高い教育を目指すとき、私たちはどのようにデータを利活用すればよいのでしょうか。まず三つのことに取り組もうと考えています。一つ目はスキル育成。必ずしも高度なスキルを必要とはいたしません。将来は教育に関わるべてのものがデータを読み解くスキルが身につくとよいと考えます。二つ目はデータ連携の仕掛け作り。 データとデータは掛け合わせることによって大きな価値を生み出しますそのためには民間における標準化も推進していく必要があります3つ目はデータは個人の情報であり個人特定性個人識別性用意称合性こういったことに対して安全にそして安心に利用できるルール作りが必要であります 今後も皆様の知見をいただくとともに連携を取りながら本年秋の教育データサイエンスセンターの設置を目指して進めてまいります本日は登壇者の皆様にお礼を申し上げまた1000名余りのオンラインでのご参加の皆様に感謝を申し上げまた被災された地域の皆様にお見舞いを申し上げ 閉会の挨拶といたしますどうもありがとうございました